ネイリム引き続きプレイをしていきます。はい、でですね、今回はこの写本を手に入れて、あとこの後かな？あ、これだ。あ、今度は南方領の方を制圧しに行かなきゃいけないんですよね。制圧というか、向こうに、なんだろうね、葉っぱをかけて、向こうから宣戦布告をさせると。いうことですね。で、それをまあ、なんでしょうね。大義名分じゃないんですけど、それでまあ、こっちが立ち上がるみたいな、そんな形を画策してこいということですかね。で、カリストと、あとキムと3人で今回はクエストいきます。3人っていうのは初めてかな？このパターンってあんまなかったかもしんないね。Arantial hat mich schon über alles unterrichtet. Wir können gerne sofort aufbrechen. Wir werden den östlichen Weg in Südreich nehmen, denn ich vermute, dass die Grenzposten dort weniger streng sind, seit die ganze Gegend magisch verseucht ist. Ihre Nerven liegen mit Sicherheit blank. Das machen wir uns zunutze. Fein. Also, wie gesagt, wir nehmen den östlichen Weg. Um den Posten an der Grenze werde ich mich kümmern.Arantial hat mir einige gefälschte Unterlagen gegeben, die uns als Angehörige des Tempels ausweisen. Die werden uns im Südreich selbst zwar wenig nützen, aber für die Torwache wird es reichen. Ich bringe uns bis nach Wellenfels, dann ist der Weg nicht so weit. Oh, 来た。終焉の始まり。第4章。これ最終章ですかね。どうなんだろう、何章まであるのかな、これ。はい、よし、じゃあ行くぞ。おっと、砦のようなとこから出てきた人が、魔法が、魔法使いた。やっべ、やべ、やべ、よし、追放者。先へ急ごう。発見、教会砦の廃墟。なになになに、うわ、いるいるいる。ちょっ、バカ、キム、キム、すまない、キム。キム、ごめん。え？いやいやいや。え？キム？ああ、よかったよかった。気絶か。びっくりした。びっくりした。死んだかと思ったじゃないの、今。あれかな？見えてる。いや、外れた。外した。お、これなんだ。
なんだあれ。大丈夫これ。おー、いますね。います、います、います。炎に弱いのか、こいつ。あ、そうだったね。なんか、初期の頃、戦いを教えてくれた人が、そういえば言ってたな。やつは炎に弱いって。イエス。あれ、なんか、魂が違うか。いやー、なっけ。なに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 。え？え？お、ゴーレムか。ゴーレム。どっち？どっちなの？こっち？あ、いるよ。いるよ。ほら、あそこに。OK。あ、ダメだ。ちょっと一回保存入れまーす。エリアデータがバンバンロードされてるなぁ。やっぱりこういう天候をね、表現するから、処理が若干重たくなってますね。狼が全くいなくなったね。なになに？今回は長いなぁ。まだつかないか。お、創造主の祠。でかいのがあったね。すんげえでっかいの。敵がいる？おお、人か今度。久しぶりじゃないか人。おお、三陸。私も戦わせろ。よし、よし。あ、いいもの持ってるね。銀のメイス。あれ、銀のメイスってこんなに攻撃力高かったっけ？ちょっと待った。質のいいものに変えとこう。お、ハンマー持ってた。じゃあここで一回修理しとこうかな。修理入れなくて大丈夫？大丈夫か。はい。こいつは？こいつは大したものは持って、おぉ！防御用の剣だって。あ、こういうのもあるんだね。あ、少し緑が増えてきました。でもなんか、雰囲気違うね。うおぉ、あれ浮いてないか。ああいうのもあんの、ここ。お、これ何？あ、ついた。
着いた。あ、結構敵いるよ今回。敵がいる。いや、敵がいる。うん、よし。ちょっと待て。後ろ、私がいるんだが。よし。レベルアップした。追いはぎタイム。わ、銀のクレイモア持ってる。銀のクレイモア、鋼と持ち替えようか、じゃあ。あ、持ってんのか。まあいいや。あとは？お前は？お前を持ってるな。用なし。到着したぞ。わあ、ずいぶんここ、整理されてるな。あれ？エリアデータをロード中は消えないけど、大丈夫これ。ああ、もう一回これやっとこうか。俊敏性とこれで、あとちょっと総力つけとこうかな、今回ね。あ、消えた。よかった。わ、でけえ。これなんだ？動物？鶏さんがいるよ。わー、なんだこれ。何しちゃってんのこれ。あ、いつの間にか天候が。うわ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 、すごいね、ここ。なんか暖かい雰囲気が出てきてますね。あれ誰だ？なんか人がいない？あ、この人は仲間かな？ひょっとすると。違う？違うね。創造主、教団の教徒って、あんまり私たちに興味がないのか。うわ。これ何こう、ちょっとこう、西部っぽいね。あの、開拓時代っぽい作りだね。この街の雰囲気が。え、なんでこの人たちは無視するんだ？創造主だったら敵でしょう、神だから。あ、人がいるよ。Wir sind im Land. Gut soweit. Wir werden uns als auf dem Weg dorthin werden wir Ostian. 日記。この人が日記かな。日記？違うな。どこどこどこ。あ、まあ先か。でもなんかいいな。雰囲気としては、このネイリムの中で一番好きかも。この街並みが。あ、結構栄えてる、しかも。なんかさっきのあの、むちゃくちゃな世界の先にこんなところがあるとは思わなかった。なんだこの地。どうしちゃったの？え？こっち？港があるよ。ここにたどり着くまでが大変なんだね、きっとね。ずいぶん遠いよ。もういいんじゃないか、そろそろ。こんなに移動するの？あれ、街抜けたよ、これ。
まだ先なのか。うお、なんかちょっと系統の違うやつがいる、今までと。こいつ強いんじゃない？いや、気持ち悪い。雲が気持ち悪いよ。結構植物も豊富ですね、ここ。いろいろ採集できるな。これも、これ取っていこう。あれどっち？え、どっちどっち？お、誰かいた。いたー。あいつが日記か。女性？やべ、マジですか。ニッキー殺されちゃったじゃん。やべ、むー、まひった、まひった。あっという間に死んだな。でもやべ、後ろにいるのか。敵いないよね。あれ、ほとんど私戦ってないんだけど。ほとんど二人でやってくれた。弓はもらおう。弓じゃない、矢をもらおう。ああ。多すぎるって。これを捨てよう。ニッキー。ニッキー。マーシェ dir nicht an, mich zu kritisieren. Aber jetzt wird es der Tempel doch gerade merken. Diese Soldaten sind tot. Glaubt ihr, das merkt niemand? Ich brauche mir doch von einem Grünschnabel nicht sagen zu lassen. 結構厳しいこと言った。確かに、これ思いっきり犬死に。犬死にだよ。ニキ hat ihren Dienst für... うわぁ。Ich gehe zum Haus. 港の家？あ、結構高純度のクレーマーって言ってるな。ちょっと、だんだん血迷ってきましたね。やはり。なんか予想通りだったけど。そろそろそういうのが起こるんじゃないかなーなんて思ってましたけどね。どれだ、さっき手に入れたの。これか。OK。どうする？Sie könnten doch jetzt alle noch leben, wenn Callisto nicht angegriffen hätte. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. とにかく一緒に行こう。Danke, du bist so gut. Ich folge dir. Bestimmt hat sich Callisto noch einer Weile wieder abreagiert. Dann sollten wir auch zum Hafen gehen. ちなみにですね、前回か前々回見てる方は、まあ知ってると思うんですが、キムは私のことを、に、好意を持ってます。好意というのは、そういうことです。おぉ、こんなとこに、こんなものが入ってるなんて。あ、布はいらないよ。あ、今の取っちゃダメだったかな？布とかはいらないんだよね。
キムとは絶対にはぐれたくない。でも戦力がね全然違うんでね。さあとっとと港に帰ってカリストのところ行きましょう。もうクエストバンバン進めたいんで。どこだ？これ出ないか。こっちでよかったっけ？あ、雲があそこに倒れてるから、こっちだね。でもこれ町帰ったら、おそらく襲ってくるよね。あの兵士が戻ってこないとか、遺体をね、発見されちゃったら。さて、どこだ？まだ先だな。ここじゃない。ん、なんだろうこれ。まあ、縛りありますよって。あ、これ何？牢獄？これなんだろう。保管洞窟だって。わあ、なんかありそういうものが。さあ、どこですか？ねえ。どこ？あ、そうだ。こんなことしなくても、あれ？一旦これで、カリストから、血を離れたってことになるのかな？とにかくカリストを探そう。どこだろうね、カリスト。カリストがいないよ。ちょっとキムに聞いてみようか。キムいないね。キム、あ、キムじゃないや、カリスト。おー、打ちつけられてる。入れないぞ。港のここかな、ひょっとすると違うかな。あ、いたいたいた。あ、da seid ihr ja. Ich denke, wir sollten uns jetzt an unsere Aufgabe machen. Nun, Herr Antial hat mir vor unserem Aufbruch einen Brief gegeben und ich habe ihn bereits gelesen. Hör zu. Der zentrale Punkt des Plans ist es, die gespannte Stimmung hier auszunutzen, um letztendlich eine Revolution auszulösen. Das Volk, der Pöbel, ist stets der willigste Helfer einer jeden Diktatur, doch auch deren größte Gefahr. Darauf läuft es hinaus. Ihr habt vielleicht schon die Statue auf dem Stadtplatz gesehen. Ja, schön scheußlich, wenn ihr mich fragt. Auf jeden Fall hat dieser Steinhaufen eine große Bedeutung. Er ist das Symbol für diese abartigen Lehren des Tempels. Und so wird die Statue auch behandelt, den Soldaten nachzuurteilen. Nun, wir brauchen einen Auslöser für die Revolution. Und was würde sich besser eignen, als diese vermaledeite Skulptur in die Luft zu jagen? Es ist doch nur eine Statue. Wie soll es eine Revolution auslösen, wenn man eine Statue sprengt? Sie ist in erster Linie ein Symbol. Sie steht für den Tempel. Und wenn genügend Menschen, die dem wahren Willen dahinterstehen, kann die Sprengung einer Statue, die Sprengung eines Symbols, das ganze Land verändern. Wenn ihr meint... Natürlich. Ein Mensch mag unberechenbar sein. Ein ganzes Volk dagegen macht immer das, was man von ihm erwartet.
Wir sprengen also diese Statue. Dazu brauchen wir Sprengstoff und jemanden, der damit umgehen kann. Viel wichtiger wird es aber sein, dafür zu sorgen, dass weniger Soldaten um die Statue herum in der Stadt allgemein sind. Wir werden die Wachen vergiften. Material will unnötige Opfer vermeiden. Nun, da es am leichtesten wäre, den Soldaten das Gift über die Nahrung zuzufügen und diese ganze Zufügung in den Tempel eindringen. In den Tempel. Wir brechen in das bestbewachte Gebäude von ganz Merim ein. Durchaus. Und wenn dir das nicht passt, hast du eben Pech gehabt. Und wo sollen wir das Gift hernehmen? Wir bereiten es selbst zu. Und die Zutaten suchen wir uns im Tempel zusammen. Arantial hat mir da ein Rezept gegeben. Ich muss mir aber noch was überlegen, wie wir in den Tempel reinkommen. Das wird seine Zeit dauern. Ihr könnt euch also noch ein wenig hier umsehen. Stellt aber keinen Unsinn an und bleibt unauffällig. Klar? Jawohl, Herr Offizier. よし。まあ、装備も何もないんだけどね。Willst du, dass ich mit dir komme? 行こう。Na dann gehen wir mal. まあ、いいでしょう。ここで一回じゃあ、保存入れて、うん。ちょうどいいんで、今回ここまでにしたいと思います。最後にご視聴いただきありがとうございました。では、また次回です。